巨人の丸吉広外野手34が22日、東京、大手町の球団事務所で契約公開交渉に臨み、減額制限に迫る1億7000万円減の2億8000万円、変動制の2年契約で来期の契約を公開した。今期までは5年契約の年俸4億5000万円だった。新たに変動制の2年契約を結び、またやってやるぞ、という。 挑戦する気持ちです。トライシーズンへの思いを熱く語った。金額は推定、減額制限の40%に迫る38%減。公開応援会見に臨んだ丸は、サイン、しました、下がりました、だいぶ下がったと思います。来シーズンに関しては今シーズンの成績以上のものを期待していますと言われました。契約、一応、複数年を提示していただきました。 と語った。今季は安定していいパフォーマンスを出せなかった。毎年オフに新しいことにチャレンジしながら、毎年そうですけど、今シーズンに関しては、なかなかうまくいかなかった、と今季を振り返り課題も口に。安倍監督が明言している外野のレギュラー拍手については、当然自分もレギュラーで出たいですし、オフもしっかり練習していきたい。またやってやるぞ、という。 挑戦する気持ちです。ポジションは出られるならどこでも。自分からここがいいとかはないですし、どこでも出られる準備はしないといけない、と巻き返しに強い意欲を見せた。また若手の成長や対等には、羨ましいですね。伸びしろしかないですし、元気もありますし、僕も来年35、歳、になるので、若い選手とやることで元気なパワーをもらえたらなと思います。 自主トレは、打てなきゃいけないと思っていますし、やっぱりバッティングのことが一番最初に来ますかね、と素直な思いをとろ。目標を聞かれ、全試合出場は変わらず目標にしていきたい。チームとしては日本一、毎年それは変わらない。安倍監督を胴上げしたい、と優勝奪回と安倍監督の胴上げを誓った丸。競争の一年に向けて、すっきりした表情で気持ちを新たにしていた。 19年に広島から FA で巨人に加入。5年契約最終年となった今季は121試合に出場したが、打率244と振るわず、7年連続で到達していた20本塁打も、2本届かず18本塁打だった。巨人の契約公開はこれで全て終了した。